改めましてこんにちは。お元気ですか？ゆうなやベリーです。前回のアニメ祭りの前半はお楽しみいただけましたでしょうか？もし見てない方いらっしゃいましたら見ていただけると嬉しいですそれから前回紹介しましたアニメ祭りの公式サイトなんですけれども、動画をアップした翌日に来年に向けてのアップデートのために今年の、情報が見れなくなってしまいました。一応公式サイトのリンクを載っけておきますので、興味のある方はアップデート後に、情報を、確認してくださいね。現在の情報では来年のアニメ祭り2020年の開催予定は7月7日から12日の予定になっています。もしこの時期にヒューストンに来られる方がいらっしゃいましたら行ってみてはいかがでしょうか？私たちはもちろん行く予定です。さて今回はですね、2階と3階の様子とビルの、外側での食事事情などを紹介していきたいと思います。まずは2階の方から説明しますと、このコンベンションセンターは隣に建てられていますヒルトンホテル、マリオットマーキスホテルの両方と渡り廊下でつながっていまして、ここはね、ちょっとした休憩所と覗き窓から1階の様子を見渡すことができます。それからベランダがありまして、外の様子を、見渡すこともできます。夜に運が良かったらですね、隣のミニッツミッドパークのスタジアムの花火が見られます夏の時はね、暑くて出たくないんですけれども、電子タバコでしたらここで一服できます。普通のタバコを吸う場合は喫煙所がね、このビルを出たすぐのところに2019年現在では喫煙所がありまして、喫煙することができますけれども、年々ね、厳しくなってきていますので来年は分かりませんもちろん室内では電子タバコでも喫煙はできませんから気をつけてくださいね。3階の方なんですけれども、会議室のような部屋がね、いくつかありまして、サイン会とか声優の方やアニメの作成に関わった方との Q&A とか、あとはね、アニメーションの編集方法を教えていたりとか、ジブリなどのね、映画をね、上映していたり、ゲーム機が置いてあってゲームをやり放題だったり、あとスターウォーズのね、ライスセーバーを使った動きの指導や、コスプレのね、衣装の作り方など、本当にね、いろんなものが部屋ごとに催されています。ただこれはね、私実際行ってないので、詳しくはわからないんですけれども、このようなものがあったとスケジュール帳には書いてありましたほとんどのものはね、アニメ祭りのパスの料金に含まれていますので、大丈夫なんですけれども、サイン会などの一部のものは別料金になったりしますので、スケジュール表での確認をするようにしてくださいね。私のリサーチが正しければ、サイン会と有名な方との、写真撮影のみに別料金が発生していたと思います。それからステージを作るくらいの、作れるくらいのね、大きなスペースが一つありまして、ここはコスプレのコンテストがありました。ここもね、パスの中に料金が含まれていますので、パスを入り口で見せれば誰でも入れます。かなりね、盛り上がっていまして、たくさんの人が並んでいました。このコンテストはですね、プロのコスプレイヤーが出ていまして、ファッションショーのようにね、ただコスプレを披露するだけではなくって、後ろのスクリーンを使って演技を加えつつ披露していきます。私はこのようなコスプレのコンテスト自体を初めて見させていただいたんですけれども、日本のね、コスプレのコンテストってどんな感じなんでしょうか？知ってる方がいらっしゃいましたらコメント欄で私にも教えてくださいね私のイメージ的にはコミケなどでコスプレの方にこう群がって写真を撮っているイメージしかないんですけれどもどうなんでしょうか？それではコンテストの様子と会場で見られましたコスプレの方々をどんどんお見せしていきますね。どうぞ。
クオリティの高さにびっくりしました。どの方もねとってもフレンドリーで撮影にも協力的でしたし、私もね来年は何かコスプレをしたくなりました。これから1年かけて検討していきたいと思います。次は会場の外の様子も少し紹介しますね。このビルを出てすぐには公園がありまして、ここにフードトラックが並んでいて軽く食事をとることができます。さらに土日にはですね、出店も出ていまして賑わっていましたね。この公園にはジャングルジムや滑り台があるエリア、それからあちこちにねベンチがありますから、そこで食事をとることもできますし、芝生の上でね遊んだり寝転がったりもできます。ちょっとね暑かったですけどね。その他にもビルを出てすぐのところにテーブルと椅子が野外カフェのように置いてありまして、そこでもねくつろぐことができました。シーソーがあってね遊ぶこともできます。それから水を使った動く建造物もありまして、若干ね涼むこともできました。一日中こうビルの中にいると子供は飽きますから、こういうのはね助かりますよね。フードトラックの料理の種類としましては、メキシカン、ハンバーガーとかホットドッグ、あとはねかき氷屋さん、お好み焼き屋さん、アジアテイストのね取り込まれています創作料理などがいろいろありました。イベントの時なのでとにかく人が多かったですし、暑かったですね。それではここで日本祭りでは残念だった食レポを、今回はねもうちょっと主人に頑張ってもらいたいと思います。それではどうぞ。はい、どうぞ。 How was the taste, honey? Amazing. It was spicy? Like a hot wing sauce in it? Kind of, yeah. So they had it? Mm-hmm. It's like a chipotle mustard sauce. Uh-huh. It's got a little bit of a kick to it. Uh-huh. It's not bad, but it's amazing. I keep hearing the word chipotle. Can you show me the chicken little bit too? Mm-hmm. Ever since the odd ones out said chipotle. See, it's like a grilled chicken. Oh, I thought it was deep fried. Oh, no, it's actually deep fried, yeah. It's unbattered deep fried. Nice. Mm-hmm. Good? I want to see the egg thing. Mm-hmm. Pop it? Yeah. What's the temperature outside?Look at that. This is so spicy. They have a kimchi in here and then pork belly. Nice. We need to share with you. It is 89. Mm. At least it's better than 93. Or 100. It's never been 100 in Texas. It has.
Yeah, it has. It was 100, like 2 days ago. No, that was 192. I see. You should try. What's in it? Bacon? Bacon, cheddar, beef, mayonnaise, pickles, tomatoes, and lettuce. Mine has cheese. And yours is just the meat and cheese. Meat. You always there. They didn't put any ketchup. How you taste? Yeah? That's good. They didn't put any ketchup on it. That's even really good.いかがだったでしょうか。ちょっとは良くなったと思います。もう意見感想などありましたら主人に伝えますのでコメント欄に書いてくださいね。画面でも分かる通り、屋台の食べ物なのでちょっと値段の割にはね量が少なかったですね。一品に対して約12ドルほど使いまして、日本円にして約1300円ほどかかりました。最終日のね日曜日は父の日ということもありまして、この近所にあるローカルのハンバーガー屋さんに行きましたので、その様子もね少しだけ紹介しますね。このお店はコンベンションセンターの裏側にありますロデオゴートというビールとハンバーガーのお店です。父の日の特別メニューにね、あのドラフトビールが1杯1セントでして、主人は大喜びしていました。ちょっとねこの動画ではね紹介しきれませんので、このレストランの紹介はまた別の動画にしますね。お楽しみにしていてください。で、ね、値段的にはですね屋台の料理とチップを加えてもほとんど変わらないくらいでしたし、室内ですし大勢の列にね並ばなくてもいいですし、4日分のねフリーパスがありますから会場内のデリは自由ですから、来年はねレストランで食べるのもありだなと思いました。このレストランの近所にもねもっといろんな食べ物屋さんがあったんですよ。このお店の情報もね詳細欄にリンクの方を貼り付けておきますね。味は最高に美味しかったです。さて会場に戻りましょうか。一番盛り上がる土日には会場内にもねちょっとした軽食と飲み物が出ていました。ちょっとね今回は予算の都合上試せなかったんですけれども、来年はね紹介できるように頑張りますね。それから最終日の日曜日は閉店セールなるもので安くならないかなとこう期待して行ってみました。画面で見ていただけますように割引セールではなくって福袋として売り出されています。ここではねミステリーバッグとかミステリーボックスと言われていまして、ほとんどのねお店に置いてありました。ちなみに中身は中身がね気になる方は主人のチャンネルでこのミステリーボックスを開けている動画がありますので、よかったらチェックしてみてくださいね。リンクを詳細に貼り付けておきます。さていかがだったでしょうか。何か参考になりましたか。もうね紹介したいものがたくさんありすぎてちょっとね動画時間が長くなってしまったんですけれども、ヒューストンのねアニメ祭りの魅力が少しでも伝われば嬉しいです。今回はね初めて行ってきましたので結構ね自分的に何を撮ったらいいかもういっぱいいっぱいだったんですけれども、来年はねもっと深く掘り下げれればいいなと思っています。もし来年アニメ祭りに来ることができお会いすることができましたら気軽に声をかけてくださいね。家族一同楽しみにしています。それからこれからもね主婦と母親業の動画とともにヒューストンを中心としたアメリカ生活の動画をどんどん上げていきますので、チャンネル登録とノーティフィケーションベル高評価の方よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。またねー。